ういい感じです。こんにちは。ヤッホー。今日は、スノボーに来ています。イエーイ。ほら見渡す限り、見渡す限りの雪景色、雪景色です。めちゃくちゃ天気良くて、聞いてください、ジャンナオで、うん、雪景色。今日は俺とナオヤとジャン君、あと名古屋のスタッフの宮翔です。でお送りします。今日はなんかその名古屋と宮翔がスノーボードがまあ初めてやからやりたいということで、一緒に来ました。で俺と高さんはやったことあるから、うん、教えてあげようかなっていう。そうけど俺ら10年ぶりぐらい。そう、俺も10年ぶりで、ここはあの岐阜のダイナランドっていうスキー場になります。10代の頃ちょっとここでバイトしてましてとかいう曰く付きの、はい、まあそんな感じで今日はね、俺と直哉で、ジャン君と宮翔に教えつつちょっとまあ楽しもうかなと思ってます。スノボー初心者はこれを見てね、スノボー行きたいなってなればいいかなっていう動画にしていきましょう、ね、うん、マジで滑り日和ですね今日は。まあちょっとテンション上がってきてますんで、また後ほど、今からちょっとリフト乗って上まで行こうかな。なんか一言ありますか？特にない、はい、じゃあ後ほど、はい、後。 They have a different sense of values and works. They just do what they want to do with all my might. A documentary varieties of such a silly uncles. That's a Shiganai channel. Fashion, motorcycles, DIY, creative, art, varieties. They do anything it's cool.The Hideaway Box. Naoya. Crazy Fireball Boy burn everything's down. And Light Garry's Takahiro. Creative Machine is brain of Shiganai. America Wannabe. Dragon. For fashion, leave to head. Smoothie Yakiniku Hormone. Jan. He's comedian. For meat and laughters, leave it to him. Four guys tied with hot passion.The bite again today. This is Shiganai Channel. It's showtime. はーい、今からリフト乗ります。久しぶり、10年ぶりの。こっち行けたいやん。働いてたか思えへん。このこんなシステムなかったもん、10年前。あ、じゃあ10代の頃。そっか。なおや、この、ここのイコカみたいなとこにカード、胸を押し付けたら、いけたくわ。オッケー。宮下もそこに、なすりつけたらええわ。出さんでええで、ポケットから。もうその、うん。おっぱい当てりゃいいよ。はい、いってらっしゃい。わかったもんだ。よし、リュート乗るぞ。初リュート。緊張するとこ、時やで。はいよ、宮下、ちょっと待って、4人で乗りゃいいやん。あ、どうぞどうぞ。名古屋いける？名古屋、4人で、はい、名古屋、その端っこ、ちょ、高田待て。名古屋、もっと巻いて、宮下も巻いて。で、あいつが行ったタイミングで縄跳びや。行くね、ゴーゴー。焦らないで、焦らないで、焦らないで、焦らないで。はい、それよし。ではおー、初リュート。はい、はい、初リュート取りました。おめでとうございます。楽しい。いいね、これをずっとしなあかんし。ええもんやね。気持ちいい。いやー、懐かしい。イエーイ。
要はこの仲良し4人組でドラゴンも誘ったんですけど、あいつ高所恐怖症で山が怖いんですよね。うん、なんかそういう遊びは嫌いっすね。こういう絶対乗れないですね。じゃあそうそう多分ダメだね。じゃあ今日はちょっと2人とも初めてってことで、ちょっとこう1日で滑れるテクニックを平井先生に教えていただいて、今日の内容はで僕がちょっとこうモテるテクニックを教えます。はい、という教えてもらってモテテクを直江、そうですね、滑り方は平井大先生に教えていただいて、僕はモテるテクニックをモテテクを、教えたいと思います。お願いします。レストランで使えるモテテクニックを教えたいと思います。レストラン、はい、かっこいい店員さんの呼び方からスープパスタのかっこいい食べ方まで今日は教えたいと思います。お願いします。お願いします。ゲレンデマジックって言いますからね。あ、森下マジックかかってる。森下先生ゲレンデマジックって言いますからね。高さ、ディーン高マジックかかってるわ。これゲレンデマジックキラキラしてるあるんですよ。ゲレンデには誰しもが可愛く見えるっていう。ちょっとそれ見たいけんですね。それはちょっと僕も見てみたいですけど。で、そのまま意気投合して下山すると誰やねんみたいな現象がちょくちょく起こるんですよ。かなりのマジックやね。はい、だいぶかかってるっすね。はい、いやなんかいいな。滑り日和ですよ。あとポケットちゃんと閉めときや。物落ちたらもう貼るまで。めっちゃ景色いい、ね、ほら絶景絶景マジ絶景です。高さん頂上超超いい感じです。はい、いのせいのせいのせ、おはよう。どう初リフトは。いいね。いやマジ天気がマジ最高。もう竜時計落としてるわ。高さん竜時計拾った。よかったやん。パクりましょう。パクりましょう。パクりましょう。後でこれ届けてあげましょうね。結構でもこう見ると急斜面やな。よし、ビギナーズコース、ビギナーズコース。ビギナーズコース行こうか。ビギナーズ行こうか。うん。はい。まあ、出てましょうか。このレストランさんの時、ポテトがさっき落ちて、昨日も。いいですね、直江さん。ちょっと見せてよ、滑りを。いいですね。今日は暑いですな。名古屋頑張ってます。名古屋頑張れ。そのまま いや怖がらずに。いいねいいね。そっからかかとに行こう。あー上手ですね。あいいですよ。すげー上手ですよ。初めてとは思いませんよ。分かってきたね、こけたくなったね。1本目滑れたね、ちょっと。イエーイ。後半がイエーイ楽しかった。前半全然イエーイ、全然イエーイ、イエーイしてくれへんよ。イエーイ、イエーイ。先生、ありがとうございます。全然いやいや、滑るとき体落としてみ。そう、そしたら体落としたらスピード出るから。どうですか、ちょっと前半滑ってみて。もう前半は地獄だったんですけど。前半心折れてたもん。前半ちょっと心折れてたんですけどね。でもまあ徐々に滑れるようになって上達が早いです。本当にちょっとずつ、はい、ありがとうございます、うん、はい、後半戦前の一服ですね。一服クラブで僕の取り合い。後半戦行ってみましょう。行ってみましょう。後半戦行こうぜ。はい、ちょっと電気出していきましょう。はい、これだけめっちゃ軽装なんだよ。あ、この顔覚えたい。
はい、これはもう気持ちを切り替えた、急だね。けど1日でほぼ上手になった。高さとかまで行こう。立て立て。あ、いいね。宮城の面白いの意外と距離がないよ。ここからは。うん、まっすぐ行ける。意外と行ける。まっすぐ。うん、意外と行ける。そうそうそう、いいね。おお、上手じゃん。いいね、ナイスナイス。